大きさも昔 A4 だった大きさなんですよね。ところが今こんな大きい雑誌風になってるんです。ね、カラーになってます。ね、すごくバラエティに富んだ内容になって、生徒に興味を持たせるような内容に作られているんですね。で、そこでまたちょっとこれ師匠の宣伝なんですけども、この私3年前に勤めてた高校では、この三村図書の教科書使ってたんですけども、ここに漢字かなまじりの書、漢字かなまじりの書っていうところに、ここちょっと証人になっていただこうかな、西村さん。ここなんて書いてありますか、これ。どれ、これ先生。そうでしょう。あのもちろん、あの他の師匠の方もいっぱいおられる中で、あのこれ取り上げるのは恐縮なんですけども、うわ、自分の先生が教科書に載ってる、ね、なんか嬉しく驚きだったんです。また前に置いてきますのでご覧ください。あの執筆した覚えがあるとさっき北野先生おっしゃいました。指定があって、いろいろ指定があって、こう書いたり、ああ書いたりしないといけないという、ね、だからそういう大元書道会、あの立派な先生たちのもとで学んでる大元書道会です。どうぞ持っておいてください。皆さん、山中先生預かっておいてもらいますからね。はい、はい、漢字かなまじりのね、見た目の解消をしていただいた、うん、そう、ちょっと私今やりにくいんですが、先生の後っていうのがね、ね、もうやりにくいですけれども、でもかついつもと、はい、それで、何からしましょうかと、さっき霊障ね、高校時代に習われてた記憶があるまではいいですけれども、今日は本当は作品作りぐらいまでいきたいんですけども、さっきの時間もそうだったんですけど、なかなか筆遣いがね、なんていうのかな、今までやってたのでいいかどうかの確認みたいなことになってきます。で、本当に間違いはない、本当の間違いってないんですが、それぞれの先生方が教えられて間違いはないんですが、ちょっとこの高校の教科書にのっとって基礎の部分をやらせていただきます。の確認からよろしいですか。ちょっと5枚綴りで、もし見にくければ左上のホッチキス離してくださいね。まず1枚目確認してくださいね。あのちょっ と慌てて閉じて、あの足りないプリントがあるかもしれません。確認お願いします。漢字の成立と変遷、1枚目ですね。2枚目、隷書の特徴というのがありますかね。3枚目、総前記ですね。はい、4枚目、礼記記。いいですか。はい、5枚目、朝鮮美と。皆さん、ございますか。はい、わ、私、すっごい優等生に見える。高校生ずっと見てきたから、なんか皆さん、すごいよく反応してくださって、優等生。はい、ありがとうございます。はい、それではちょっと楷書や行書をの時間と違って歴史のことから触れないといけません。漢字の成り立ちから触れないといけません。で、いろんな歴史の本があるんですけども、教科書の後ろにもバッチリこうこんなところがあるんですけども、なんかこれを見ると、うわ、これ覚えなあかんのかな、いう気に。なってしまいます、ね、本当は私たち大学で学んでますから、こんなもね一応やってきてますけども、ちょっともうちょっと噛み砕いて楽しい本が、私これをおすすめします。漢字の歴史って言って、厚地哲司先生の本ですけども、非常に読みやすく、ね、興味が持てる本です。もしよかったら後でまたご覧ください。で、漢字の成立と変遷ですけれども、
これ分かりやすくまとめた教科書がありましたんで、この文字まではもうちょっとこうまた家でご覧になってくださったらいいかと思います。紙砕いてお話しさせていただきます。まず文字は絵からですよ ね、 ね、で甲骨文とか金文とか小篆という篆書、ね、今私これ着てますの篆書です。篆書から隷書、今日やります隷書に移ってます、ね、で隷書から草書、行書、楷書というふうに現代に至ってます。めっちゃこれスピードで話してますよ、まあ、ものすごいあるんですけども、で昔の公的な字体、公的っていうのはまあちょっといろんな文書とかで書く字体は実は隷書だったんですね、うん、で隷書、今日書かれたりも皆さん書かれてて感じられてると思いますけど、すごく時間がかかります。一点一画感覚揃えたりね、それでそこからもう少し早く書けるようにというので行書や、ね、草書や楷書っていうのが生まれたっていうのがもうすごく分かりやすい説明なんですけども、うん、でもっと本当は細かいことありますけどちょっと飛ばしさせていただいてますね。でもうちょっ と次の隷書の特徴っていうところの左のページご覧ください。隷書ってこんなに身近にあるんだっていうことをね、お財布を持ってやられる方はちょっとお札を見ていただいてもいいんですけども、私持ってるお札は出しましょうか。あ、出してくださいね。ここの上にも載ってますけど1000円ってこれ書かれてるの隷書です。ね、これ5000円あ、ちょっとたまたま計画的に今日入れてきたんです1枚です。1万円、ね、これここの書体隷書の名前になります、ね、それとか新聞のこういう大事ですね、それから看板など座席費はもちろんですね、そういうところに身近に、ね、見て取れるところがあります。ちょっと直させていただきますね。このこともちょっと意識するといろんなところで隷書っていうのを触れることができます、ね、で今日皆さんにはさっき言いましたように学び直しというかいきなりひょっとしたらお師匠さんから6文字の隷書書いたりとかそんなお手本いただかれているかもしれません。4文字や6文字や半節の長いのね、はい、ところが今日は隷書のまず一本の線の基本線の引き方からこれせっかくここ貼ってるのに飛ばしました、すいません。これ私の銀風の風っていう字ですが、各書体で書いてみました。篆書ですね。OK ですよね。篆書。ね。隷書ですね。隷書風ですけども。隷書ですね。これ、草書ってお分かりですよね。はい。これ、行書ってお分かりですよね。はい。で、楷書ですね。一番馴染みの深い。さっきの授業は何でしたか？楷書。あ、楷書ですか。うまくいかれました。マチですね。マチですか。マチです。もう私その先生の後でほんま嫌なんですよ。でも隷書を楽しくまあこう好きになっていただきたいという気持ちです。で、今日まずしたいのは、さっき言いましたように半紙。もうこれが飛ばしてもらっていいですよ。飛ばしてもらっていいですけども。私がまず生徒さんたちにしていただく高校とかでしていただくのは隷書の客筆で入って発声を出すこの線ですね。でこれをひたすらちょっと書いていただくんですね。ね、これが
逆筆で造語っていう言葉ご存知ですか？造語、ちょっと3年ぶりになんかここには書きますね。造法、造法で筆先が隠れる書き方ね、はい、それに対して反対の言葉ご存知ですかね？あ、みんなきっと心の中で答えをおっしゃってますが、露法って言いますね。それさっきの最初は露法なんですね。ほとんどがそうですよね。ね、今日はこのまず露法の入り方、編集や隷書は特にそうなんですね。はい、露法のこの入り方からまず半紙で書いていただきます。あのもうちょっとまだもうちょっと話続きますからね、慌てないでくださいね。だから次ですね、これ飛ばしていただいてもいいんですよ。もう隷書もよう分かってるとね、飛ばしていただいていいですが、次は総前筆の3枚目ちょっと開けてくださいますか。この露法の線から次はね、まだ6文字、4文字、6文字いきません。ちょっと大きめにこの世紀と何世紀の世紀の字をね、その次ですね、その次のページですね、はい、ちょっと長く線をこう引く練習として、また露法とかこの切筆といいまして、こう縦も露法で書いて、ここですね一回筆離して、こうですね、ここもですね、一回筆離して一画二画で捉えます。いいですか？また後で書いていただいた時に分かると思います。普通こう書きますよね、こうやってこう書きますよね、ここ ね、これを一画ずつ離して書くのがこの隷書の書き方です。で、キーっていう字もお団子みたいな2個ですね。この書き方もこの教科書よくできてまして、ここ見えますかね、左のページの上のところにね、生の、あのペンの線のように書いてありますけども、そこもよく見てくださいね。こうお団子みたいに書かれてますけども、ちゃんと造法の線で、ちょっと私これフリーハンドで揺れてますし、ちょっと震えてますけども、ね、こんなふうに半紙2文字に長い線で一回練習してみてください、はい、これももうできるって思う人は飛ばしていいですよ、はい、飛ばされても結構です。次、はい、ようやく臨書作品かなというのを作っていきます。ところが楷書や行書と余白の取り方で大きな違いがあるんですね。皆さんそれ多分もう教えていただいてられたと思うんですけども、普通ね、1行目書きまして2行目書くときにこうね、余白ってここに取ったり、これが、まあ、縦に字に並べていく時の半節でもそうですけど法則ですよ ね。ところが隷書どうでしょう、これ見た時にもう分かりますよね。ここの左の2行並んでるのどこに余白がありますか？当てませんからね、当てません、心の中で答えておいてくださいね。隷書の場合、まあ、上はね
っと開けますけども、字の形が扁平なんですね。横長っていうの分かりますよね。そのためにですね、3つにこう、ちょっとこれもフリーハンドで正しく書けるかどうかですけども、両拍が後で実際に書いていただいたときに説明していきますけども、ちょっとこの下、この何世紀って書いてある下の宋前期の書風についてっていうところちょっとご覧ください。難しい言葉書いてありますけども、この書風ですね、流麗な派生っていうのはさっき言いましたように横の線引いて波濁がある、そういう線ですね、と厳密に構成された文官符箔、難しいですね、またこれスマホで文官符箔って入れてみてください。そしたらね、等間隔に線を引くことみたいなのが出てきます。どこを読んでるか分かっていただけますかね。はい。それからその後典型的な8分ですって書いて、またこれなんか分からへんね、8分8分、ね、ちょっとこれもスマホで8分って入れたりしたら村8分とか出てくるんですね。それじゃありませんからね。8分霊というんです。この下に霊とついて霊書の形の中の8分霊って言います。で、時計を扁平にし天閣を中央に集めることで伸びやかな波濁を強調しています。洗練された美しさを持つ漢時代の霊書の典型とされています。はい、私と初めて霊書をしていただく場合、生徒にはこの宋前期ですね、今あげました、これを臨書してもらってます。おかげでこの本ボロボロになってるんですけどね。で、ここに教科書ではそれだけですので、ここに全体の見たい方、前に来てご覧になってください。2つの拓本持ってきてます。これワトジポンって言って、こういうような感じで あります。手に取ってご覧になってください。で、宋前期はそういう特徴ですけども、あと一つ今日次のページ霊気比というのね、これ並べてもらったら分かりますけども、また違う特徴を持ってますね。さらにもう一つ朝鮮比というのこの3つですね、ね、すごく特徴ありますよね。で、さっきの時間もギリギリここまで行けたんですけども、ちょっとやっぱり苦しかった、時間が足りなくて、で2つに絞りますけども、この宋前期ともう相対するものがこの5ページ目の朝鮮期なんですね。これどういう特徴かというと、真ん中の方に我人の下の方に書いてありますけど、一見稚拙に見えますが野趣に富む素朴な美しさがあり、時計に力強さが感じられる書ですと、ね、さっきのに比べたらすごく素朴な感じだという、ね、野生にあるような感じでこう表現します。で、その宋前期とこの朝鮮期の間が霊気比かなと思われます。ね、やや引き締まった泉質で張りがある、ね、でこの張りをどうやって同じ筆で表現しようかっていうところまで今日は試していただけたらなと思います。
筆の引き上げ方とかね、そういうことですけど、自分で筆を、まあ、操るっていうこと、はい、あの会社は行書だけでなく隷書もかなりそういう筆の圧力のかけ方、引き方っていうので、あの線を変えていきます。で、字形もちょっとこれ四角いですよね。私らは来期の日とかもいう言い方しましたけど、そういう感じで3つを、あるいは2つですね、総前期と礼儀期とを学習していただくというか、書くことを挑戦していただけたらなと思います。はい、そしたらですね、今何分でしょうか。7時もう30分ぐらい話しましたけども、何時まででしたっけね。2時45分、ね、2時40分ぐらいにはちょっと終わりたいですもんね。で、約1時間ちょっとですけども、ここからやってみましょうか。はい、今休憩されておトイレなり行かれても構いません。ちょっと書く準備をしていただいて、で、先生方、アシスタントの先生方も、筆使いとか見ていただけますので、よろしくお願いします。遠慮なく聞いてください、はい、もうこの通り行ってみますね。もうこれ見やんと、こっち行って、こっちから入ります。で、こう戻します。スッと行きます。で、後から筆先ついてきて、こうなります。ちょっとこの腕固めだからね。ここもなんか綺麗にいきますんでね、ここの方も綺麗に、はい、筆先はどっからこうやっていくので、私ちょっと軸回してるかもしれないんですけどね。